令和6年3月1両の蒸気機関車が九州から消え去ろうとしていた。それは大正14年11月日立火砂道出場し九州内で活躍した号86号を呼んだ現役時代の最後は人吉機関区で湯の前線の受け持ちだった。号86号4は JR 九州のイベント用として昭和63年に復活。その後2007年にボイラー新調され日本車両による車台の申請、それによりみんな今後さらに300万キロは安心と思っていたのだ。号86号4は現在を重慶客車産業を DE10 の力を借り熊本とココトスの間を一往復肥薩線イベント列車時代の SL 人吉の名称を維持しつつ週末を中心に走っている。マリサはこの号86号4の引退生態保存の話を聞き自らよりずっと若く主要機能部品を申請されたこの86の引退を本意させるため急遽ここ鹿児島本線に出向いたのだ。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ここがトス？なんか全く違っちゃって全然55年前と違う場所だね。サガントスのスタジアム、でっかいアパートとか国鉄の遊休地に建てられたんだな。トス機関区って言えば線形湖が2つあって九州最大の蒸気の機関区だったのに電車の陰でひっそりと86が佇む姿は物の哀れを感じるわ。意図おかしだな。それでもあの86を引退させ圧縮空気でちょっと動かすという JR 九州の判断はとても残念だよ。この長崎本線走る D51 線60にはトスの線時計、もっと前にはハドソン、パシフィックもいっぱいいたね。3月10日早朝の羽田空港だ。これから熊本に向かうよ。2時間のフライトを25秒で早回ししているよ。全フライトの動画サブチャンネルでやっているけど全然見てもらえないね。うん、見てもらえないのは何が悪いのか研究しないと。PC で Google マップをなぞっているみたい。もう到着だ。熊本といえば官軍の熊本城。先の熊本地震から復旧の途上にあるけど、天守閣は綺麗になったね。86にカツを入れるために遠征するって言っていたね。うん、2日間の日程でレンタカーを借りることにした。追っかけのためだ。3月10日はちょうど西南戦争の田原坂の戦いの真っ最中だったから、田原坂駅で行き取りしようとやってきた。へえ、SL 人吉の走行区間の熊本都市って街中ばかりと思っていたけど、こんな山の中があるんだね。人気の撮影地のようで、2時間前からこの様子。見たことない電車が割と来るんだね。田原坂駅は熊本電化前は信号所だった。伏線電化で駅に昇格したんだ。望遠だと S 字カーブがわかるわね。EF81 だけど、青いのは初めて見たような。東京のは、みんな赤い色だからね。こういう電気はあまり縁ないしね。DE10 が短期でやってきたよ。日曜日だから翌日は来なかったな。DL の仕様がある線路ってあるの？いや、わからないよ。帝国よりちょっと遅れて SL 人吉がやってきた。上りだから86が本向き。最新のショートでも同じところ出していたけど、こちらの方が解像度高いね。あちらは iPhone でこれはミラーレスの望遠使っている。一眼レフが iPhone に勝てる唯一のシーンかな？熊本県の田原坂から急いでも制限速度内で北上、荒尾駅近くで追いついた。かなり焦ったよ。
車で焦って追っかけはダメよ。よくこのカラン、カランって音聞くけど、問題ないの？なんかが当たっている感じで良くないんじゃないか？他の蒸気で絶気で聞いたことあるけど。荒尾駅から車で大牟田駅に。大牟田は煙を吐くと聞いていたからここをメインにして撮影しようと思っていた。宿もここ大牟田だった。近いからちょっと厳しいタイミングだったよ。街並みの風情がちょっと昭和っぽいね。とてもいいな。大牟田といえば石炭の三池炭鉱と魚が美味しいところだよ。あ、それと大牟田は福岡県だ。熊本じゃない。来たね。爆炎よ。またカラン、カラン聞こえる。デッキじゃないけどな。DE10 が実際は押しているだけで、86は煙出しているだけなのかな？別の動画見ると、熊本の発射は確実にドラフト高らかに出発していたよ。次は久留米で追いつくつもり。だったけど、行っちゃったから終着の鳥栖にやってきたよ。並行する209号線がなかなか混むんだよ。鳥栖の駅舎は昔のままのイメージだ。いいな。昔の機関区の側線のあたりで SL 人吉は電車の陰に隠れていた。見たことない電車ばかりだったから、なかなか楽しかったよ。787系って言うんだね。マリサの好きな特急ツバメはこの電車だったんだって。ふーん、そうかい。今度はオレンジ色の電車だよ。783系電車でハウステンボス行くんだね。787系のグレーの色は好きだけど、こういう原色系の電車って、趣味に合わないなぁ。撮り鉄たちが構えているところを横目に、783系は発車していった。これがサガン鳥栖のスタジアムね。後ろのは特急緑だよ。武雄温泉で長崎新幹線と接続するのがある、佐世保行きだって。そういえば、アルファロメオの新幹線は見た？いや、今回は九州新幹線すら遭遇しなかった。想定の3倍くらい忙しい旅だったから。483系が出ていくと、大気線から SL 人吉が出てきた。下りの熊本行きは、DE10 が先頭で、86はぶら下がりだけ。長く止まっている時だけ爆炎なのは気のせい？霊夢は SL 人吉見たことないけど、なんか登場直後の秩父のパレオエクスプレスを思い出すな。機関車のデコレーションだろう？遊ぼういの時の方がもっと塗装が変で、客車も勘弁してよって感覚持っていた。玉ねぎ煙突だった時期があったね。あれは沿線火災があったからその防止のためだった。この50系の編成とか DE10 の塗装なんかはとてもシックにまとまっていて私は好きだな。機関車のボイラーの銅巻きの塗装は不要だと思うんだけど。そうだね。この客車を真岡鉄道に譲渡してもらいたいな。それいいアイディアだな。ここで、DE10、客車そして58654をじっくり見てみよう。おはく50701。綺麗に見えるけど、煙のすすで意外と汚れている。後で機関車触った時に表面がべっとりするから、重油をまぶしているのか、ちょっと知らない石炭を使っているんだろう。石炭の匂いは？ほとんどない。C11 の釧路の湿原棒の方がシャープな香りを楽しめる。真ん中はおはご50701。
外装の修理の跡や屋根のやれが冬の光でよく見える。なんといっても30年ぐらい使われているんだろう。仕方ないね。お初も10702。JR 九州のウェブ見るととても内装は豪華だね。入場券だから中には入らなかった。なぜか586-54の動輪は黒く塗られているんだけど、なぜなんだろう。次にマリサが言いたいだろうことは、ロッド赤にするなら動輪は塗装しないでほしい。ランボード下のラーメンの器の渦巻きのようなパイプは何のため ?K7 デフは幅広がいいなぁ。でしょ?回転日の子止めは文句言わないけど、もう少し頑張ってほしかった。でも86はいいなぁ。文句あるところを差し引いても引退するのは残念。頭部が C11 ばかりじゃ面白くないからと買い取ってほしいなぁ。こう見ると50系客車ってでかいね。トスの駅舎やプラットフォームの屋根は昔のままでちょっと加工したら50年前の姿を再現できそうよ。ここまでデジタルズームすると iPhone はやはりダメだね。一眼レフ持ってこなかった？ジンバル使っていたから。こちら側に電車が入ってくるので機関車見たい人はホームを移動してねと放送があるので、隣へ。地下道には蒸気が栄えていた時代の写真がいっぱい。D51 の写真が多い。電車もなかなか来る駅だねー。古い駅舎のまま残っているのは、新幹線が新都市で別の駅だからだね。幸いしたよ。新幹線は古いものをすべて破壊するからな。身動き取れないくらいになっているのかと思ったら、意外と平和ね。そうなんだよね。みんなホームの先端で入線と出発を撮影する人が多いけど、ホームは家族連れや別れを惜しむ市民がほとんどだったよ。この後の50年で蒸気機関車はトスに走ってくるのかな？蒸気ばかりになっていたりして。電化やめて、みんな水素になっているから見晴らしが良い駅になっているだろう。マリサは水素に肩入れしているみたいだけど、そんなにうまくいくのかな？ここで話しかけてみた。やはり586-54としては、圧縮空気で走るよりもどこ行っても頑張るからもっと働きたいそうだ。機関助手さんに写真を綴ったノートを見せている女性がいた。こういう風景は60年前にはなかったな。徹子さんでしょ？すごい思い入れがあるんだろうね。乗務員さんはせっかく蒸気の運転免許があるのに、どうするんだろう。更新しないで無効になってしまうのかな。SL 人吉を辞める理由にメンテの人材不足や後継者育成の問題も指摘されていたから、これで JR 九州は終わりだね。上り列車が出発だよ。汽笛鳴ります。あ、ぶら下がりだねー。急停車。何？どうしたの？なんか乗り遅れた人を乗せていたみたいに見えた。出発やり直し。小さい子供たちがバイバイ言っていて可愛いなぁ。私はひねくれているから、なんで SL 人よしに感謝しないといけないのか？と思っちゃうね。長い間お疲れ様でしたは素直に言えるんだけど。マリサはかなり変わっているね。車で通してみて、やはり田原坂が一番いいなと感じたので、翌日は宿の大牟田から南下しまたやってきたよ。ここが明治10年のこの日も官軍と薩摩軍が大激突した山に囲まれた盆地。
車止めるところないなぁと悩んでたら、近所のおばさんが農閑期だから農道に入って止めて写真撮ればいいよと教えてくれた。親切なおばさんだねー。本当はもっと上から狙いたかったが、仕方なかった。足回りが見えるからいいじゃないの。SL 人よし、鳥栖行きの上りがやってきた。ここ下り勾配なんだよね。カランカランだね。三脚に足引っ掛けた。カランカランの音が止まらないだろう？後ろの C11 の音と全然違うね。上りでもうやめようと思い、田原坂公園に行くことにした。まさにこの道が大砲を熊本城に運ぶための道路だ。ここで大激戦があった。劣勢だった官軍側の谷村圭介はここで戦死、英雄として祀られた。ここが資料館がある、頂上なのね。のんびりしているところだけど、なぜか緊張感が漂っている。日本で最後のシビル王、内戦だったから歴史学的にも興味ある外国人も多いだろうね。私も西南戦争にはとても興味ある。雨は降る降る陣場は濡れるの熊本の民謡で名高い、美少年像だ。コスに越されぬ田原坂でしょ。こうやって、地元の歴史を二次元で表現し、後世に伝える努力を怠らない。可能な限り収集した、政府軍と薩摩軍の戦没者の名簿。すごい数だね。そして田原坂公園の上から俯瞰すると鹿児島本線がよく見えるんだ。上りもここで撮影すればよかったね。キレの良い超望遠レンズと日の光があれば、かなりいい写真撮れるだろう。ただ田原坂は天気が変化しやすいからね。私も撮影直後に大粒の雨降ってきたよ。マリサは雨女じゃないから大丈夫。86は汽笛なかった。これで、JR から86が消えるわけだけど、田原坂公園の俯瞰でもう一度上りを撮影したかった。でも無理だろうから、これで見納めになったわけだよ。一目見るだけのつもりで行っていろいろ見て回れたし、列車や蒸気もたくさん撮れたのでよかったじゃない。蒸気の撮影は火がつくと止まらないからちょっと怖い。ここからは JAL の737-800の羽田着陸シーンですので、興味ある方は続けてご視聴ください。今回は SL 人吉の引退を番外編でまとめました。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。